生活もでも僕もしたことないですけど、どうですか、もう自分がもしもう一回高校生で高校野球やるってなったら通いか寮か、大成さんどっちですか。あ、寮ですね。お、寮。末島さんは。自分も寮ですね。この流れでね。いや、僕も寮です。あれですか。はい、そうなの。はい、絶対選ぶ。絶対あの。本当ですか。はい。いや、なんか、いや、もう俺通いやけども寮言わなあかんやみたいな。いやいやいや、あのそれはあれですよ。高校卒業してからのもう一回やり直しっていうんだったらそっちの方がいいですけど。はい、もう最初、本当最初からやり直さなくちゃいけないんだったら同じ道がいい。もう寮が。あ、寮入ると思います。一番いいとこどこですか、この大成さん寮の。でも野球やる環境にはもう持ってこいですよ、ね。まあその我々の環境としてもそういう環境を整えてくれてたので、はい、もう野球だけに集中できる。そうですね、まあそんな変な上下関係もないですし、はいはいはい、ね、学校もすぐ隣ですし、行くのにも。はい、この間の選抜に出てたあの。長崎県から出てきた大崎高校というね、はい、大島という小さな島の、はいはいね、僕気になってちょっと行かしてもらえませんって電話したら、ええよって行ってきたんですよ、はいはい、だからもう本当に寮と山と海とグランドとファミマしかないんですよ本当にもう何もなくて、もうここでずっと野球して寮帰って、で休みの日にあのコンビニに行くのが唯一の楽しみらしくて、この環境でやってきたらそれはもう強なるよなって、もうずっと朝から晩まで練習して、うん、もう野球もでもコンビニじゃなかったですか、あそこのコンビニまで行っていいよみたいな。ああ、あったっけ、なんか裏の東急ストアじゃないですか。あそこまでは行っていいけど、はい、そこから行くなよみたいな。 あそこから出たらあかんっていう。そんなだった、俺らダメだった記憶が。なんか、ですか、なんか治療日みたいな日。あ、月曜日ね、はい、あ、月曜日はそうだったね、うん、コンビニ、あそこのコンビニまでは行っていいけどそこ超えるなよみたいな。唯一行っていいのがあるんですか、そのお店が、うん、で高校野球には珍しく月曜日練習がなかったんですよ。なんか美容室みたいですね週一休み、そうだ、休みで休みの日を作ってくれてたんですよ。へえ、大体毎日練習 で、ね、はい、お盆と正月だけやとかね、はいはい、よく聞きますけど、はい、まあ、強豪私学で月曜日休みで、まあ、ちょっとゆっくり休めますよね。そうですね、そうですね、そんな時にちょっとコンビニ行ったりとかして。確かに、そう。なんかそのなんか大崎高校の子も唯一の楽しみがコンビニで新しく出たグミを買うことだよね。ああ、でもそうかもしれませんね。グミだ、おっさん高太郎かもなんですけど。上条さん、自分エナジー系のグミこの間新しいの買ってきました。お前出してやれ上条さんにとか言って。かわいい。こんな子甲子園で堂々と投げたりね。ぐわっと打ったりしてる子が、お前これ俺最後の組だぞって言って今令和の時代やぞって言って本当にもうそこで野球漬けでずっと野球やってっていう、もう、うん、まあ、当院の場合でもあれだよね、あの授業は全部出なきゃいけなかったからね、はいはい、だから本当いつも4時とかぐらいからの練習だったんですからね、うん、そうなんですね、はい、結構お昼からずっと練習とかっていうところもあるじゃないですか、学校お昼まででっていうのは、うん、結構スポーツ推薦とか、うん、そんなんはなく、なく、あ、ちゃんともう文武両道というか、うん、勉強もして、ね、野球もやって、はい、うん、まあ、勉強したかどうかあれですけど、大成さん結構どうですか、やっぱできた方なんですか。全然です。どうぞ、お二人から見て。お二人は真面目です、真面目です。多分、まあ、自分がだけだと思います。え、まあ、コータは頭いいってことで、はい、勉強したのは。本当ですか。うん、ちょっと若干吉田さん笑ってるんですけど勉強吉田君も頭いいっすよ、字もうまいし。いやいや、僕は要領です。あ、要領はいい、要領はいいっす。なんか今聞いてるとすごいなんかこううまいことこう先輩にこつこすり抜けてなんか激しい練習俺はしたっていうのがなんか今ちょっと感じないんですけど、やっぱ天才っていう。でも吉本はでも練習はしますよ。はい、するけど、はい、自分は分かってるから。うん、そうだね。調子いい時は練習、あ、調子いい時練習するんだよね。そうです。調子悪い時はもう休みますって言ってすぐ休んじゃう。すごい。そこは結構それできないじゃないですか。うん、今吉田さん、そうそうそう。いや、そういって夜間練習ってあるんですよ。はい。当時で3年の1年だった。はい、必ず室内練習場には来るんですけど、はい、ほんと10球ぐらいあってすいません、
まだ早見にも言われたし。それはもう非常に記憶に残って、あもう入っちゃうんだなと思って。でもそのきっと10球が内容濃かったりするんですかね。なんかこう集中して。そうだったんでしょうね。自分は今日これ以上やっても今日は一緒やとか。やっぱり体力温存ですね。すげえ、さっきから聞いたら全然体力ないですよね。もうなんか開会式で疲れましたとか。だから4時からの練習でちょうどよかったんですそうか、はい、ちょうどいい、はい、学校で体力温存してちょうどそうです。お昼からやったら潰れてたかもわからないですね、はい、もしかしたら、はい、逆に4時までしか持たなかったかもしれない。今の高橋由伸さんいなかったかもわからないですね。はい、すごいですね。おかしいところですよね、はい、当然体力差もあるんでね、はい、全員が同じ限界じゃないと思うから、うん、そこは難しいなと思いますし、けどやるときはもう全てを捧げないと無理だなと思ってそうですね、はい、もう高校生何やらかすかわからないんで実際関わってる。まあでも今どうなんですか、この桐蔭学園ってあって、桐蔭って言ったら今のあの高校野球最近好きになったとかいう子は大阪桐蔭とかね、まあ強いですしね、あるんですけど。さあということで、もう楽しい時間あっという間で、もうたっぷり喋っていただきましてありがとうございました。ここでですね、視聴者の皆さんにですね、プレゼントのご案内でございます。今日3名が着用しているですね、T シャツ、またこの前に飾っているキャップですね、にサインしたものをプレゼントいたしますので、詳しくは概要欄を見てください。そして、ぜひ OB クラブチャンネル、そして、僕のですね、YouTube チャンネルもやっておりますので、ぜひそちらの方もチェックよろしくお願いいたします。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。 OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101107110いきます。111ピンピンピン。